皆さんこんにちは。はい、今日はこちらウエスタンアームズ製バルサー P38、 こちらを紹介します。大変古いモデルで、今中古市場で探して手に入れるというのはかなりちょっと大変かもしれません。まあ幸い運よく、自分は見つけることができたので、早速こちら開けてみたいと思います。で箱は、こちらのように、段ボールにプリントしてある、こんな感じになりますね。で、開けてびっくりなんですね。はい、どういうわけか、デリンジャー、この説明書も入ってたんですね。でマルシン、当然マルシンと。書いてあったので、マルシンのを買ったのかなと。自分間違えて買ったかなと、そんな感じがしたんですけれど、間違っていませんでした。はい。ちゃんとこちら、ウエスタンアームズの説明書が入っておりました。ここの中古ショップさん、割とちょっと緩いところがありましてね。今、いつもお世話になってるんで、まあ、今度行ったら、こちら、なんか余分なの入ってましたよってことで返しておきたいと思います。はい、中身こちらになります。ちゃんとサイレンサーも入ってます。サイレンサーもっと簡単につけられるといいですね。一度これ分解しないとつけられない仕組みになってます。今日はサイレンサーをつけずにレビューします。それでは玉とガスを入れて打ってみたいと思います。はい、ダブルアクションで。
いや、トリガーすごい重いですね。シングルアクションの方が打ちやすいかもしれないね。最後あの3つをシングルアクションで倒したいと思います。ダブルアクションとシングルアクションなんか初速が違うような気がします。ちょっと初速測ってみましょうか。はい、それじゃあ初速ちょっと測ってみます。ダブルアクション、はい、65.39。66。はい、次にシングルアクション、65.1。65.17。気のせいだったようですね。いやー、ちょっと当たりませんね。これ10メートルちょっとあるんですけど、12メートルぐらいですかね。11から12メートルぐらいだと思います。大きくこう左側に外れるやつと、上にふわっとこう浮くやつと、そんな感じですね。集団性はなんかすごい大きなサークルを乗用車のタイヤぐらいの大きなサークルを作るんじゃないかなと、そんな感じがしました。まあ当然腕のせいってのもあるかもしれないんで、マルゼンのファースト P38、こちらでちょっと撃ってみます。はい、82.89。82.3。はい、なかなかちょっと、当たりませんでしたね。もちろんこれ中古で手に入れたので、外れ個体だったのかなっていうことはあるかもしれませんけど、すべてのウエスタンアームズ製の悪さ P38 は、このような感じだっていうのはちょっと違うと思いますね。ウエスタンアームズといえば非常に命中精度も高く、外見も素晴らしく綺麗に仕上げられていて、完成度の高いモデルを作るメーカーとして今認知されてます。いわゆるこちらの P38 はその素晴らしいメーカーの過渡期のモデルであると言えると思います。できれば今の技術で作られたウエスタンアームズ製のワルサー P38 をぜひ見てみたいですね。